皆さんこんばんは、瀬名くまです。今回はキングダムハーツ10オブメモリーズ第4回をやっていきたいと思います。さあ今回はどの国に行くんでしょうか。早速冒険に行ってみよう。あ、ずいぶん空が気になるみたいね。お前はどうなんだ、ラクシーヌ。どうかな。すごいハートレスって感じの髪型。あんたが気にしてる理由の方が気になるわね。あいつは一度ハートレスになった。ハートレス化した人間は知能も意志もなくして闇に支配されるわ。ああ、そうなんだ。だがあいつは違った。ハートレスになっても自分の意志をなくさなかった、そんなやつはあいつの他にたった一人しかいない。誰？心の力か。キーブレードに選ばれたあいつの心に興味があるんだ。心の謎を解き明かせ。それが機関の使命だろ。機関って言ってたね。で、何も忘れてないよね。心配だよね。何か忘れたかな。思いつかないってことはやっぱり忘れたのかもしれないね。そういうこと。寂しいね、ドナルド。でも忘れちゃうくらいだからそんなに大事なことじゃないんだよ、きっと。うん、本当に大事なら消えたりしないよ。そうね、そう信じたい。ほら。あ、それはカイリから預かったお守り。大切なものだから必ず返すって約束したんだ。また会いたいね。絶対に忘れない。だから約束の相手も忘れない。そうね。だよな、カイリ。え？あ、うん？誰？今の誰だ？誰だろう、本当に。どうしたの？ぼんやりして。ごめん、なんでもない。それじゃあ行こうか。なんか思い出したのかな。よし、ついにやってきた4回。リクを見つけて帰ったらカイリはきっと喜ぶよ。いや、また3人で遊びたいよ。カイリからもらったお守りをなくしちゃダメだよ。なくさないようにしよう。さあ、次はどこなんでしょう。でーでん。あ、ワンダーランド。アリスのとこだね。よし、はい、今日でおはようございます。わー、久しぶり聞いた。この音楽、この音楽。あいひょ、誰か来るね。あ、かわいい。また遅刻？大変大変、遅刻遅刻。あの方きっとお待ちかね、急いで行かなきゃ叱られる。もし裁判に遅れたら今度はわしの首が飛ぶ。首？なんだそれ。歩いてたんじゃ間に合わない。また裁判してるの？首って言ってたよな。首ぐらいはわかるんじゃない。景色はのどかだけど物騒なことになってるみたいだね。本当にそれだね。誰か来た？あ、わー、ワンダーランド。世界観が楽しすぎる。かわいい。ちっちゃい頃アリスよく見てたんだよね。あ、早速戦闘ですね。いいよいいよ。スーピー、ナイス。これこれ
いいぞいいぞ。ジーニー、わあ、嬉しいね。今何が起こったのかあんまりよくわからなかったけど、あ、ナイスクラウド。いや嬉しいな、一緒に戦えるの嬉しすぎる。あ、よし、ナイス。いいぞ。ダメージアップルーム。これ扉はあそこには入れないみたい。これなんだろう。あ、なんか出てきた。赤い玉。ありがとう。こっちの上にあるのかな。ん、でも上がれる。あ、上がれはするのか。もしかしてなんかこれをなんかやってくとか違うか。あ、あ、カード入った手に。よっと。どこに何をしていくかちょっとわからないんだけど、とりあえずギミックがありそうなところに、あ、あ、あった、ここじゃない、ここじゃない、1以上ね、1以上なんかちょうどいいカードがあればいいんだけどな。ちっちゃい数のはやっぱいっぱい使っちゃってるか。まあ何でもいいか、これでいいや。よし、お願いします。扉も可愛いよね。いや、ディズニーランド行きたくなる。お、寝てるじゃん、ラッキー。あ、やばい、起こしちゃった起こしちゃった起こしちゃったよ。ナイス、いいぞいいぞ。意外とややこしいな、このラッパちゃん。よし、いいよいいよ。モーグリルーム、このおっちゃんたちも倒していくか。てかかわいい、ちゃんとほらバラがさ、白と赤のあのアニメのやつだ。アニメというか映画か。嬉しい、かわいい世界観が。このまま行っちゃうか。こっち、ここは7以上のカードがいるみたい。7以上のカード何かあるかな。あ、これでいい、8があった。お邪魔しまーす。あ、え、なんか光ってるよ。これ何？あ、カード出てきたけど、あれ拾えた今。あ、拾えてない。待って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 、よーし、ここはこっちだ。あ、よかった、やっとこれが使え、あれ違うね。始まりのキーカードってで、どこに、どこだ、ここじゃないんだ。どっか他にあるの、部屋ないよね。やっぱここしかさないんだよね。一回ちょっとマップ見てみる。物語を進める出来事が起こるルームです。さっきここに行ったんだね。あー、でもこっちもこっちもあるのか。じゃあやっぱりもう一回ここに今入って調べていくしかないね。あー、なるほどね、あったあった、そういうことか。じゃあこの上に、あ、飛べる飛べる、そういうことね。一回じゃあここ行ってみる。え、9以上ね。カードがだいぶ減ってきた、ちょっとずつ。これ使っちゃおっか、お願いします。さあどうなんでしょうか。ここに、あ、うわ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 、めっちゃいっぱいいるよ。ここには、あ、あるあるある。ここどうだ。あ、やっと来れた、8以上ね。 OK、 ここに、あ、この8でいいや。この8と、あとはこれ、よし、お願いします。やっと物語進められるよ。そういうことか。あ、アリスがまた裁判になってる。次は何したの。何もしてないんだけどね、きっと。みんな集まって何をしてるんだろう。あ、白ウサギが言ってた、裁判じゃないかな。被告人アリス、なぜ裁判にかけられたのか分かっているな。分かりません、私悪いことなんてしてません。
しらを切るつもりかい？お前の罪はこの国を脅かすハートレスに協力したことだよ。待って、そんな証拠はどこにあるの？証拠は思い出せない。それが証拠だ。つまりアリス、お前は私の記憶を盗んだのだ。いや、すごい話になってるけど。賢い女王様の記憶が盗まれたせいでハートレスを退治できません。アリスの責任は重大です。そんなのってないわ。女王だかなんだか知らないけど、物忘れを私のせいにしないで。なんと、このハートの女王を物色。私の記憶を素直に返せば許してやろうと思っていたが、なんと身勝手な。勝手なのはどっちだよ。ソラ。いやいや、びっくり。判決を言い渡す。被告人アリスは死刑。いやいや、死刑は重いって。かわいそう、アリス。待てよ、こんな裁判むちゃくちゃだ。アリスが犯人って決めつける前にもっとちゃんと調べろよな。どういうことだ、私の記憶を盗んだ真犯人がアリスではないというのか。そうか、お前は誰が真犯人か知っているのだな。え、それはもし言えないなら判決通りアリスは死刑だ。さあ、真犯人は誰だ、答えるがいい。それは俺が犯人だ。もうやめて、ソラ。なんだって？あいひょ、そうなの？そうじゃないけど、こういうしかないだろう。むちゃくちゃだよ、ソラ。お前たち、この者どもを引っ捕らえろ。なるほどね。いやー、大変だぞ、これは。トランプたちを、やっつけなければ。いやー、なんか見覚えあるな。前もこんなとこで戦った記憶があるぞ。よし、いけいけ、ナイス。まだ出てくんのか。お願い、クラウド。あれ、なんかすごい貸した。大丈夫。すごい、ナイスナイス。よわ、倒したい。お願いします。よしよしよし。あー、まだいるのね。マスを売りゃそうか。とりあえずこれで、あ、やばいやばい。結構ダメージ食らいまくってんだな。ちょっと待って、危ない危ない、危なすぎる。ジーニー、ありがとう。あー、緊張する、緊張する。ナイス、いけたいけた。いやー、5度目の正直。ちょっとやっぱりワールド上がるごとにだんだんレベルは上がってきますね。あ、トランプのカード、やったー。でも敵ってイメージ強いけどね。ふう、ごめんね、ソラ。グア、アリスは逃げ出したみたいだね。でもお前たちは逃がさないよ。え、まだやるの？また出た？逃げろ。そうだね、一旦逃げよう。おお、結構追ってくる。あ、導きのキーカード、よしよし。で、一回ワールドマップでここに行けばいいんだね。ってことは上に行ってなのか、こっち、こっちに行って、その後にこっちか。理解できた。よし、ここで1以上だったら何でもいいのね。1以上、まあ1でいいか。で、あ、これだね、導きのキーカード。よし、2つ目のステージにレッツゴー。あ、アリス無事でよかった。大騒ぎになっちゃったけど、とにかく無事でよかったよ。
ねえ、念のため聞いていい？さっき俺が犯人だって言っていたけど、まさか女王の記憶なんか盗まないよ。空が開いたのはアリスを助け、カッコつけようとしたんだよ。そうだったの？でも助けてくれたことに変わりはないわ。ありがとう、空。あ、シャネコ。急に来たね。シャネコだわ。スタコラ逃げて安心かい？だけど早いよ、一安心には。いやー、そうだよね。すぐ追ってきそう。とってもしつこいハートの女王、忘れた記憶が戻らぬうちは君らの顔も忘れはしない。女王の記憶を取り戻さないと君らは疑われたままでスーッと追いかけ回される。覚えてるから忘れた？忘れたことを覚えてる？どっちでもいいけどね。とか言われてもな、あんな女王をほっといてもいいんじゃないか。でもソラ、私たちは良くてもアリサはどうなる？もし彼女がまた女王に捕まったら。女王を何とかするしかないってことか。あ、何とかしないといけないけれど何にもしなくていいとも言える。どういうこと？は？はってやめて。思い出せない記憶なら、なかったことと同じこと。なかったことは思い出せない。無理やり思い出そうとすればいつしか嘘にすり替わる。嘘？シャネコのヒントはここまで。あとは自分で考える。なんか嘘っていうか、勝手に捏造しちゃうってことかな、記憶を。あ、真実へのキーカード。さあ、真実へのキーカードを手に入れたんだけど、一回これでワールドマップ見てみようか。ってことはこっちに、あ、でも直接行けないから一回こっちに行かないといけないのか。いや、でもわかんないよ。どこ？もう一回マップ見る。このままピヨーンとこっち、あ、ここに行けばいいんだ。オッケー。9ね。一番レアな9ね。あった。よし、お願いします。さあ、あ、そこにあるぞ。ちょっとハートレスと戦おうか。うわー、やだー。このね、種入ってくるね、この子たちが本当に厄介なのよ。本当に厄介、厄介すぎるぐらいには厄介。ナイス、ありがとう。やばい、またキャラ3人呼んじゃったよ。すごいことになっちゃったよ。ごめんごめん。勢ぞろいで超豪華な回になっちゃうね。で、クラウドでしょ。ナイスすぎるよ、これは。かっこよすぎでしょ。よし、グーフィー、ありがとう。ナイスー。これでいいかな。で、あれ、どこだっけ。あ、この上だ。この上だ、この上だ。このスズランみたいなやつ。よしよしよし。ここで、あー、なるほどね。なんでもいいんだ、赤のカードなら。じゃあこれとこっちでいいかな。なんでもいいなら4とかにしとこうか。で、真実へのキーカードで。さあ、最後はどうなるんだ。あー、この部屋か。大好き、ここ。あれ、なんだろう、急に雰囲気が変わったね。調べてみましょう。かわいいドナルド。キャー、大丈夫？あ、わーわーわー、来た。私から逃げられると思ったのかい？しまった。さあ、お前たち、私の記憶を盗んだ罪を償って、償って。ん？償って？ん？
おや、どうしたどうした、なんだ、私はどうしてこんなところにいるのだ、あれ、私は一体何をしているのだ、わからん。どういうこと、どうなってるんだ、もしかしてまた記憶を盗まれたんじゃない、あ、そういうこと、気をつけて、何か来るわ、うわー、出たー、これやだー、めっちゃ強かったよ、わー、久しぶりです、今回の敵はこの人か、あー、もうめっちゃ覚えてる、こいつが女王の記憶を盗んだのか、いやー、マジか、あー、ちょっと待って、本当に覚えてるよ、本当に覚えまくってるよ、これに関してはね、いやー、懐かしいね、本当に嫌な記憶しかない、グーフィー、でもこれ、あー、使うとこミスっちゃったら本当に結構大変だ、終わりだ、割と、よし、いいぞいいぞ、やめてくれ、やめてくれ、あー、やばい、一発が大きすぎる、一発が大きすぎる、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、まあ、マジであとちょっとだったじゃん、あー、やばい、回復したい、あー、いや、きついなー、ちょっとさ、あまりにもボス強すぎて一旦デッキを組み直してみました、あ、待って、登りたい登りたい、え、なんで透けてんのテーブル、あ、大丈夫大丈夫、ドナルド、これでいける、あ、ありがとうありがとう、よしよしよし、ちょっと待って、一回回復しとかないとやばいよね、やばいよね、よしよしよし、いいぞいいぞ、いけいけ、はっはっ、よし、いいよいいよ、あー、やばい、あ、これ登っとこう、いけ、ナイス、いいぞ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 、一回これ使っとくか、あ、やばい、あ、やばい、8か8か、これは待つしかないな、やばい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 、ちょっと待って待って待って、よし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 、いけ、いやー、届かないね、届かない届かない、でももう一回もう一回もう一回、待って待って、あー、本当に強すぎた、強すぎた、この敵、さすがに、いやー、もう見たくない、見たくないよ君の顔、トリックマスターね、いや、キングダムハーツ1でも散々苦戦したんよね、おいお前たち、これはどういうことなのだ、あのハートレスは一体何だったのだ、どういうことって言われてもな、答えられないというのか、さては何か企んでいるな、怪しい連中だ、直ちに引っ捕らえよ、え、やだやだやだ、待ってください、女王、ソラと私は女王様の命令でハートレスを退治したんです、え、用心深い女王様が私たちを疑うのは当然です、だから私たちは疑いを晴らすために戦ったんです、そうよねソラ、あ、そうそうそうだった、じゃなくてそうです、女王様、私が命令したのか、まさか賢い女王様が覚えていないんですか、アリスうまいね、何を言う、私が忘れるはずがない、もちろん私が命令したのだ、アリス、ソラ、よくやった、頭いいね、わあ、ナイスアリス、ありがとう、はあ、うまくいったわ、頭いいな、こんな方法でなんとかなるとは思わなかったよ、
ほら、サヌコが言っていたわ。無理やり思い出そうとすればいつしか嘘にすり替わるって。ハートの女王は忘れたことを認めたくないばかりに無理やり思い出そうとして、自分が生み出した嘘の記憶に自分で騙されちゃったのよ。分かってなさそう。どうしたの？ん？なんでもない。とにかくこれで心配はなくなったな。もう女王様も僕たちを追いかけたりしないよね。なんたって僕たちは女王の命令でハートレスをやっつけたんだもんね。グーフィーまで騙されてどうするの？まあひとまず助かってよかったよ。おー、よかったよかったよかったけども、またなんかアリスは女王様にやられたりしないかな。ちょっと心配だね。さあ、この上には、あったセーブポイントある。じゃあ出ますかね。一旦ここを乗り越えて、あ、また誰かいる。さっき思い出したのって誰だったんだろう。あ、あれか。カイリーじゃなくて、うんうん、もう一人いた。金髪の子がいたね。あの子は確か…そうや！うわ！早く！じっおや、王様は待ってるよ。あ、うん。チェ、せっかく思い出しかけてたのに。思い出しかけてたんだ。思い出してほしかった。いやー、今回もなかなかハードモードな戦いでした。なんとか倒せてよかった、本当に。じゃあ次の国に行きましょうというとこなんですが、今回のキングダムハーツ全4部メモリーズ第4回はここで終了となります。最後まで見ていただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタン、気軽にコメントもお待ちしております。また次回のキングダムハーツ全4部メモリーズでお会いしましょう。バイバーイ。